はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョウでございます。お気に入り登録という機能を使っていますでしょうか。まあ僕のチャンネルでも何回も動画に上げてるんですけれども、自分が特に遊んでいるマップっていうのをお気に入り登録することによって、プロフィールからすぐにそのマップに飛べますよというようなすごく便利な機能があるんですよ。実況者である私リリチョウかなり使っております。まあ具体的に言うと、これがリリチョウのプロフィールなんですけれども、下に行くことによって、ここお気に入り登録ですね、を押すことによって、今リリチョウがお気に入り登録しているマップが出ると。僕の場合はですね、皆さん今後実況するかもしれないなってマップを片っ端からお気に入り登録してるんですね。皆さんコメント欄で書いてほしいんですけど、何マップお気に入り登録してますか。1ページにつき 6×5 の30マップ分お気に入り登録されるんですよ。30マップ以上お気に入り登録したら、こちら2ページ目に突入するみたいな感じでどんどん増えていくんですけど、なんとですね、私リリチオいるよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ページにわたってお気に入り登録していると、合計549マップ。もうやばい。もうやばいだろ。おい、どんだけ俺お気に入りあんねんっていう。動画にしようと思ってお気に入り登録したんだけど、あれこんなマップあったっけみたいな感じで見返したらあったので、動画化する予定だったけど、結局されずに忘れられて終わってしまったマップ何マップか紹介したいかなと思います。はい、ということなんでね、皆さん遊んでいきたいかなと思いますんで、高評価、コメントを押していただけると嬉しいです。やっていきましょう、じゃあ。はい、ということなんでね、まず1本目、プラットフォームダッシュっていうマップをやっていきたいかなと思います。お気に入り登録した記憶がございません。OB ゲームで友達と競争して、来週のリーダーボードでユニークな報酬、あ、報酬みたいなのがあるっぽいですね。説明はあんまり書いてないんだけど、OB レースみたいな感じなんだろうね。じゃあ遊んでいきましょうか。はい、ということでやってきました。プラットフォームダッシュのチュートリアルから始まりましたね。WASD、あー、なるほど。やっぱ横スクロールだね。こんな感じで横に進みます。これジャンプで避けていくんだね。あ、めっちゃ簡単じゃん。待って、これでレースをするんやろうね。奥にもジャンプしないといけないから、これ難しいわ、これ慣れないと。マップはまっすぐにする必要ありませんだよね。ほら、こんな感じでいけるわけだね。これチュートリアルもちゃんとしてるからいいよね。ほら、練習用もあるらしい。あ、来た、みんな、始まった始まった、神殿だって。来た来た、みんな見とけって、みんな見とけ、行くぞ俺、任せろ。待って、みんな人が多すぎる。むずいよみんな、これ普通に。これマリオとはちゃうからな。なんかマリオっていうよりは、なんかペーパーマリオみたいな感じ、イメージ的に。これペーパーマリオやっとるんか、これ。マップ広いぞみんな、これクリア大変かもしれへん。で、これほら、ぶつかったりする要素はないんだね。だから相手の妨害はできないから、もう完全な自分の実力なんやろうな。上位層ゴールしそうなんだけど、おかしいだろマジで。なんでこんなに早くゴールできるんだよ。あー、これトゲが出るパターンね。はい、こうで、はい、こう、はい、完璧。はい、出してみろ。はい、来た。はい、ポン、はい、ポン、はい、ポン、ポン、ポンと。早い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 、はい、ポン。あ、やばい、はい、やばい、はい、やばい、あ、いやー1人か2人はゴールしてる。はい、はい、オッケー。今これ2位かな、俺、リリチオ。リリチオ3位だったわ、3位。はい、まずこれ1マップでした。ちょっとガンガン行かないと皆さん終わらないんで、次のマップ行くんだけどさ、これ普通に面白かったら皆さんやってみてください。で、ほら、リプレイもちゃんとあるだって。こんな感じで、ほら、自分のプレイを見返すことができると。で、あ、ここは直さないといけないよね、ここはやらないといけないよね、みたいなところも復習ができるわけですね。すごくいいマップでした。じゃあ次やっていきます。ヒーマンシュミレーターバトルアリーナということで、これなんだったっけな、これバトル系のシミュレーターだったのね。グレイスカルの力を利用して宇宙のマスターとして悪地を探索してくださいということで、ヒーマンやスケレーター、イービルリンなどの象徴的なキャラクターだって。いろんなキャラクターを使って敵を倒していくマップっぽい。じゃあやっていこうかちょっと待って、みんな、なんだこれ、なんだこれは、めっちゃリアルなんだけど。うわちょっと待って、おい、これ普通におもろそうやぞみんな。ほら、え、経験値入ってる。行くわ。じゃあトレーニングダミーだ。あ、これラドンだ。ダメ、ラドン、サボりやがって、殺す。これでレベル上げていくことで魔法が入っていくんやな。行くわ。じゃあ、まあ、とりあえずじゃあこっちから行ってみるか。戦うよ。オッケー。じゃあこれ敵も攻撃してくれ多分。よし、はい、倒します。オッケー。お、経験値入った。よし、ダメ、ネアだ。よし、いけるぞ。よし、レベル上げる、みんな。よし、来た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 。あ、みんな右下なんか追加されたね。はい、宝石ゲッチュで、ジャンプは、ジャンプも、あ、二段ジャンプができるっぽい。はい、二段ジャンプで落ちないようにしますと。できました。じゃあ皆さん技使ってみるね。くらえ、ほら強い。思いっきりなんか体験を振りかざすみたいな感じだね。で、これ多分 XP を使って、あ、 XP じゃないんだ、これ何回でも使えるっぽいわ。はい、敵倒します。え、
普通にこれ面白いぞ。シミュレーターのクオリティとしてはかなりいいんじゃないか。めっちゃリアルなシミュレーターやん。まあ、これリリチオじゃないけどね。俺これ他のキャラも使ってみたいんだけど。マスター、あ、見て、合計 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10体のキャラクターがいて、宝石またはギルビナイトで、あーなるほど、宝石を集めることによって新しいキャラクターをアンロックできるっぽい。スケルターとかバトルキャットとかいるね。なんで俺これ実況してないの。普通に意味がわかんねえんだけど。うわ、レベル5だ。ほらー、よし、やるぞ。え、ひざ、はい、振りかざす。いいねー。え、普通にこれ爽快感があっていいわ。めっちゃいい、めっちゃいい。グレイスカル城っていうのがあそこにあるっぽくて、宇宙のマスターに会うことができると。で、他にもなんかいろんなところがあるらしいね。ミステリアスなお城やロボットは何なのみたいな。これなんか普通に実況してもいいかもしれへんね。これボスに対抗できるんかな。ほら、ボスいる、ボスいる、倒してみるわ。3400か。で、これ攻撃はしてこないのかな。攻撃はしてこないね、敵ね。これ次ワールドはいけるんですか。あ、グレースカルいけるじゃん。来た、グレースカル城。すげえすげえすげえ。ほら、こういうプレイヤーもいるんだ。あ、これ多分敵か、これ。今なんか俺らに攻撃してきたよね。あ、すごい、レベル上がった。で、こういう迷路地帯とかも攻略して、これはアダムの日記だって。まあ、他のみんなも今は日記をつけてると思うから、だって。うん、なんで死んだ俺。いろいろなスキルとかもあるみたいだから、やり込み要素はいっぱいあるみたい。なんで俺これ実況しなかったんだろうね。じゃあ次のマップやっていきます。はい、次こちら、皆さん、ツリーシュミレーター。これシュミレーターっすね。これもクリックして楽しんで宝石を集めようだって。低評価が多すぎるシュミレーターで遊んでみたみたいな企画をやろうとしたんじゃなかったっけ。で、結局多分それ忘れとるんちゃう俺。はい、来ました皆さん、木シュミレーターやっていきましょう。何するんこれ。あ、みんな押したらなんかポイントが手に入るんだけど。で、これ木削ったりはできないの。あれ、木削ったりは、え、これ押す。うん、これクリッカーシュミレーターと何が違うんや。これ次のステージ10プラスリボーンだって。おい、リボーンポイントやばいって。みんな5000クリックで4リボーンだよ。これやばくない。次のステージに行くまでにこれを1万クリック以上しないといけない。無理だろ、ふざけんじゃねえマジで。おい、こんなんでどうやっていくんや。こんな無理に決まってんだろマジで。まあ、これはボツにしてもよかったのかもしれないですね。じゃあ次、 Be crushed by a speeding wall ということで、確かこれね、こういった壁が迫ってくるから、それから逃げるゲームじゃなかったっけ。はい、ということで来ました。これどっから遊ぶんだろう。 Be crushed by speeding wall ということで、これどこで遊ぶんやろうね。あ、ここちゃ、ほら、壁だ、壁、壁があるわ、壁があるわ。でも俺今足遅いよこれ。プレス押すって何。押したよ。何、あ、押したら迫ってくるんだ多分ここのボタンを。ほら、壁が来てる、壁が来てる。うん、巻き込まれたわ。わーって来たら、こっちの横の方に隠れないといけないんじゃない。進めば進むだけコインが手に入ってるから、それでスピードをどんどん上げていくって感じなんやろうな。みんな、え、押された押された、押された押された押された、押された押された、やばい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 、逃げろ、危ねえ。うー、ざまみろクソ壁がよし、これでゴールしようぜ。あそこにゴールすることによっていっぱいポイントが出ライトはレターということでですね、これ手紙を書くゲーム？手紙を書くことについてのゲーム。あなたの親友または見知らぬ人のために手紙を書いてください。手紙が書けるマップみたいですね。書いてみるか、じゃあ。はい、ということでやってきました。じゃあ手紙書いてみていい？ここで書くんかな。ほら、書いてる書いてる書いてる。じゃあ俺も手紙書っこ。かっこいいね。ほら見てみ、ほら、かっこよくないこれ。俺のこと好きなんだろ、折れてもいいんだぜ。来ました、皆さん、イケメソチオです。じゃあ早速ね、皆さん書いていきたいかなと思います。視聴者のみんなへ。じゃあちょっと書いていくわ、せっかくだから。書きましたよ皆さん。なんかここまでしか書けないみたい。次のページ書けないみたいやぞ。視聴者のみんなへ、いつも動画を見てくれてありがとう。今年で僕は活動4年目に突入しました。毎日2本動画を上げれているのも支えてくれるみんながいるからだと思っています。これからも一緒に頑張ろうな。視聴者のみんなへっていうのを、じゃあね、ここら辺貼れるの？どこに貼るんこれ。はい、みたいなマップでした。多分ね、これボツにした理由は、これ何の動画あげるんやってなったからですね、多分。はい、次こちら皆さん、 SCP-999 アモングアスゾンビーズということで、これね、サムネすげえおもろそうじゃない。インポスターがいて、ゾンビになったインポスターが襲ってきてるみたいな。結構面白そうよね、アモングアス Z ゾンビーズ。はい、ということで皆さん、やってまいりました。アモングアスゾンビーズということで、うん、明らかに違うやつおる。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、明らかにシャイガイらしきやつがおるんよ。シャイガイがいる、みんな。あ、倒した。なんでシャイガイが倒せるんや。あ、お前誰や。
お前インポスターやったんか。これも倒せんの？襲ってくる襲ってくる。だからゾンビみたいなやつが襲ってくるから、倒すことによってお金になるんやな。武器とかも買えるんやろうな。ほらショットガンとか買ってるわ。で上からこうどん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 倒していけばいいんや。別にこれアモンガースってつけなくてよくねえかこれ。あとこれは、あ、バットみたいなやつだ。ほらーバットみたいなやつ殴れる。ドラーラーなら。ウェーブ2だから多分ウェーブ3,4,5って一生続いていくんだ。うん、何体おんねんシャイガイ。シャイガイ5体ぐらいおんだお前。これ見すぎやろこれ。これシャイガイってめっちゃ強い SCP だよね。500円でアンロックらしいよ。あー500円か。今いくらだリリチを持ってんの。ゾンビの呪術系が好きな人からするとこういうマップやったら面白いかもしれないですね。倒した後ちゃんとほら、あのインポスターの骨の部分になるもんね。ほらちょっとグロいけど、はい、という感じなんで皆さんやってみてください。まあこれはね、でも動画1本にするにしてもちょっと厳しいかもしれないね。これ500円になるまでがまず長いからな。なかなか動画にはできなかったのかもしれない。じゃあ次、バックルームズエンティティ603ということで、これね、確かね、エンティティになれるゲームなの。エンティティになって、こういったあの科学者みたいなやつを倒すゲームだね。さあ、ということで皆さん来ました。やっていきましょう。これでね、キャラクターのアップグレードもできんの、これ。一回だけ遊んで、まだ動画にしなかったんだけど、まあ、今回やっていくわ。で、懐中電灯で暗いところも行けると。これ全然来た来たエンティティだ。でこれほらアイテムを置くことによってこの電気ビリビリにかけることができるんで確か。でこれ生き残らないといけないのね。来た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 。だからエンティティヒット、ほらヒットしたことによって時間稼ぐことができる。なんだけどリリチョも死、あ生きてた、まだ生きてた。うん、終わりなんだよ。これで終わりなんだよ。こんにちは。私の名前はエンティティ・チオと申します。行きましょう。見て、技、超新星ってなんだ？技があるらしい。今回のマップは皆さんおなじみ、バックルームズでございます。という感じで。ほら、こんな感じで通常攻撃とテレポートっていう技もあるみたいだね。これ、エンティティ側結構おもろそうやぞ。制限時間が3分間しかないからさ、なるべく見つけたいね。いたいた。ほら強くない？痛い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 。助けて助けて。痛え。これ相当強えぞ。これやば。痛い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 。食らえ超新星。オッケー、来た来た。超新星食らった。超新星痛い痛い。見つけたよ。食らわない。痛い。オッケー、みんな俺の超新星が溜まったぜ。おい、さっきはよくもやってくれたな。食らえ超新星。ああ食らわんかった。そういう感じなんだ超新星って。オッケー倒した。あと何体だ。待って、これエンティティ強すぎマジで。一回攻撃した段階でさ、あれだよ、要はひるんじゃうのね。でひるんでる間も2回攻撃が可能なの。だから一回でも攻撃することでもう俺無限に攻撃し続けられるよこれ。オッケー倒した倒した倒した。あと1人だ。君だけか。ではでは私エンティティチオが全てを終わらせてあげようじゃないか。ほら今ひるんでるひるんでる。ひるんでる間に攻撃だ。はい、ワープします。さあ最後はね、みんなね超新星を決めて全てを終わらせることにしましょうか。制限時間は残り1分。いたー超新星。強すぎじゃエンティティが。うん、これ試合にならんのじゃ。じゃあ最後皆さんこちらですね。 This game is not fun。 このゲームは面白くありませんと。僕こういう系のシリーズ出すの好きなんですよ。皆さん見たことありますか？アクティブ0人マップとかそういう系実況するのが好きなんだけど、これも多分一種の類だと思うのね。どういうこと？このマップ俺見てないよね結局。あ、なんか星みたいな感じやな。で、あ、なんもないじゃん。え、マジでなんもないの？動画にしなくてよかった。これ本当になんもないよね。何かあったら困るんだけど。はい、ということなんで皆さんいかがでしたでしょうか。リリチオお気に入りマップでした。ね、500マップ以上お気に入り登録してるんで、まだねリリチオが紹介しきれてないマップいっぱいあるので、まあ続編が見たい方はですね、ぜひともねチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。だって1ヶ月後とか2ヶ月後に撮影するってなるとまた新しく増えてるからね、お気に入り登録しているやつが。そこからまた動画にできなかったやつをどんどん紹介できるから、まあ比較的ね動画も撮りやすいと、企画もやりやすいので、よかったらねまた見たいっていう方は言ってください。そんな感じで今日の動画は終わりです。お疲れ様でした。バイバー。